海と日本。皆さんは造船所の仕事について知っていますか？これから高校生が工場を見学します。去年12月、八代市にある造船所熊本ドックで高校生を対象にした工場見学会が開かれました。参加したのは県立熊工業高校の2年生。船を作る仕事を通して県内にある企業を知ってもらい、進路を考えるきっかけにしてほしいと企画されたものです。高校生にどんなことを感じてもらいたいですか？日本が作った造船技術というのは世界に誇れる技術だと思っているので、一つの平たい鉄板から大きな船に作り上げていく、そのものづくりの楽しさを知ってほしいなと思っています。次に案内されたのは熊本ドックで作られたクレーン船。中に入ると高校生もびっくり。船内とは思えないほど広くて快適な空間が作られていました。造船の仕事を見学して高校生は、造船っていうのはあまり知らなかったけど、いろいろ日本にとってとても利益のあることをしているんだなと思って、とてもいい経験になったと思います。自分たちは機械科で原動機など学んでるんで、エンジンについてなどもっと詳しく調べて、こういう業界で役に立てるように頑張っていきたいと思います。造船の仕事や役割について学んだ高校生たち、工場見学会を通して新しい発見や将来の夢が生まれたようです。海と日本。